スコットランドにおけるゲール語話者の地理的分布、KR ハクは、スコットランドのハイランド地方及び島所部、そして特にこの地域のスコットランドゲール語を話す文化を大抵指す。類似するアイルランド語の単語、ゲールタハとはアイルランド語が話される地域を厳密に指す。この用語は、スコットランドゲール語が話される。 カナダのノバスコシア州とオンタリオ州グレンギャリーの地域にも適用される。ケイアルタ白はスコットランド高地地方と互いに置き換え可能ではない。前者は地形ではなく言語を指している。また、ハイランド地方の多くの部分はもはや実質的なゲール、語は者人口を有しておらず、ハイランド地方と現在考えられている地方のいくつかの地域は長い。間スコットランド語、または、 英語が話される地域である。逆に、いくつかのゲーエル語を話すコミュニティは、カウンシルエリアのハイランド、アーガイルビュート、アウターヘブリディーズの外にあり、例えば、アラン島や、パースキンロスの一部、そして重要な移住先であったノバスコシア州、ノースカロライナ州、その他の移民先の地域は言うまでもない。 ケイアルタ白は人口の大半がスコットランドゲール語を大一言語として話している地域を指すことも次第に多くなっている。カウルテ白はスコットランド定地地方に使われることが多いがヘブリディーズ諸島は歴史的にノース人が存在していたことからイーシャ、カウルと呼ばれていることも注目すべき点である。スコットランドのほとんどの地域に ゲール語由来の地名が存在していることや、同時代の記録からも明らかなように、北部諸島を除く、ホースワンとカロウェーの北側の京のスコットランドの大部分が、数世紀前まで KR 大白に含まれていたはずである。ゲール語由来の地名には、ダンディー、インバニス、アーガイル、そしてことによると、スターリングなどがある。伝統的に上ゴ県、ヒゲール語県と考えられている。 地域出身のゲール語話者には、ジョージ・ブキャナン、ロバート一世、マーガレットマクマリーがいた。エディンバラの宮廷で、スコットランド語が話されていた影響や南部及び、東部の大半の商人バラのプランテーションなどの歴史的な理由のため、ケーアルテ迫はアウターヘブリディーズ、北西ハイランド、スカイ島、ロフホアルシュ、アーガイルビュートの現在の地域に大幅に減少した。 グラス号とエディンバラにも小さなゲール語人口が存在している。18世紀と19世紀のハイランド清掃もまた、当時主にゲール語が話されていたハイランド地方の人口を減少させ、言語の衰退の一因となった。カナダ園海州のゲール語が話される地域。スコットランドゲール語は、ノバスコシア州、京のオンタリオ州にあるグレムギャリー。 プリンスエドワードアイランド州、ニューファンドランドラブラドール州の一部において、移民の子孫のコミュニティで生き残っている。ニューファンドランド島にあるコットロイバレーには1960年代まで、少数のゲール語ア者がいた。ありがとうございます。